次は本気を出さないか。ラウラさん、なんで決めつけるの。見くびらないでもらおう。力の使い方を見ればわかる。先ほどのタイム、そなたの本気ではないはずだ。ま、それが礼儀じゃない。サラ、ここはあんたが生きてきた戦場とは違うわ。共に競い合い高め合うための場所よ。それくらいはもう分かってるんでしょ。よし、それでは始めよう。こうしてみると、体格で勝負が決まるなら俺たちの方がタイムがいいはずだ。多分筋肉と瞬発力の使い方が違うんだろう。いや、わずかにラウラが先だったな。私も加わりたかったくらいだわ。さすがだね。そなたの方こそ。なのに、どうしていつも本気を出さない。別に、めんどくさいだけ。やはり我らは合わないようだな。
帰りか、シバルさん。過去の暴露はちょっと感心しませんね。バレスタイン教官か。まったく、綺麗なお姉さんの過去が気になるのはわかるけど、だからといって頭の固い軍人さんにあんまり影響されちゃダメよ。杓子定規で身動き取れなくなる可能性だってあるんだからね。言ってくれる。行き当たりばったりの即席教官に前途ある士官候補生が導けるとはとても思えんが。さすがは最強と言われる第四機甲師団のエースですこと。両方軍のように伝統と格式を重んじるような口ぶりですけど。おや、サラ教官にナイトハルト教官。な、おお、リン君も一緒でしたか。なんだか楽しそうですね。私もご一緒していいでしょうか。いや、ちょっと挨拶をしてただけでして。ほらリン、ボケっとしてないで早く寮に帰らないと。そうだ、ここで会ったのも何かの縁でしょう。これから町の居酒屋で親睦を温めるとしましょうか。お二人とも結構いける口ですよね。いや、自分は今日は自分の部屋で一人で静かに飲みたいなって。まあ遠慮なさらず。そうだ、せっかくだからリン君もご一緒しませんか。アルコールはダメですけど、それ以外ならおごってあげますよ。だとちょっと、白状の生徒なの。それじゃあ私たちも行くとしましょうか。いや、自分は本当に明日の朝早くに出るので。
は少し寝ぼけてたから、ちゃんと郵便受けに入れたか不安だったんだ。やっぱり持ち帰りの仕事を遅くまでやってちゃダメだね。うん、投稿のついでにだけど。うん、私たちの方が助けてもらってるんだし。今日もどうかよろしくお願いするね。Thank you.
行くぞ。俺の番だな。そこだ。マイアークス駆動。はっ。俺の番だな。はあ。はっ。あっ。はっ。マイ。
ファイト。いや、行ける。俺の番だな。そこだ。行くぞ。はっ。